旧本社のあった丸の内パークビルディング PWC コンサルティング合同会社はロンドンを本拠地とし世界157カ国742拠点に27万6千人のスタッフを要する世界最大級のプロフェッショナルサービスファームであるプライスウーターハウス・クーパースの日本におけるコンサルティング会社デロイト投資ト末 KPMG アーンストヤングと並び 世界4大コンサルティングファームの一角を占める。2016年2月29日にプライスウーターハウス・クーパース株式会社をアドバイザリーとコンサルティングに分離、統合することで設立された。従来、PWC ジャパングループでは各法人が独立して事業を行っており、それぞれで監査、コンサルティング、アドバイザリー、税務、ホームなどのサービスを提供していた。 その各法人のコンサル部門を集結させる形で2016年2月に設立されたのが PWC コンサルティング合同会社である。世界中に各分野のプロフェッショナルを抱える PWC の知見を利用できることが PWC コンサルティング合同会社の強みとされる。1997年 KPMG の日本におけるメンバーファームとして KPMG グローバルソリューション株式会社を設立。2000年 KPMG コンサルティング株式会社に社名変更。2002年、アンダーセンワールドワイドのビジネスコンサルティング部門の日本法人であるアサヒ、アーサー・アンダーセン株式会社と事業統合し、ベリングポイント株式会社に社名変更。2009年5月ベリングポイント株式会社が、米、 ベリングポイントから分離、独立しプライスウーターハウスクーパースのメンバーファームとなる。社名をプライスウーターハウスクーパースコンサルタント株式会社に変更。2009年11月26日 PWC のメンバーファームである新た監査法人 PWC アドバイザリー株式会社プライスウーターハウスクーパースコンサルタント株式会社の3社が本社を 東京都中央区銀座の住友不動産塩止め浜、利休ビルに移転、統合。2010年1月1日、PWC アドバイザリー株式会社、プライスウーターハウスクーパースコンサルタント、株式会社、プライスウーターハウスクーパースアワーズ株式会社の3社を経営統合し、社名を、プライスウーターハウスクーパース株式会社に変更。 ディールアドバイザリー部門とコンサルティング部門の2部門体制となる。2016年1月コンサルティング部門の本社を東京都千代田区丸の内の丸の内パークビルディングへ移転。2016年3月 PWC ジャパン組織再編によりプライスウーターハウス・クーパース株式会社のコンサルティング部門プライスウーターハウス・クーパースストラテジー株式会社プライスウーターハウス・クーパース PRTM マネジメントコンサルタンツジャパン LLC の3社を経営統合し PWC コンサルティング合同会社を設立2017年10月住友不動産塩様止め浜立久ビルの支社を大手町パークビルディングに移転2017年12月梅田大ビルの大阪オフィスをグランフロント大阪に移転2018年3月福岡オフィスを JRJP 博多ビルに解説。2020年12月21日、丸の内パークビルディングの本社、大手町パークビルディングの支社を、大手町ワンタワーに移転統合。ありがとうございます。